今回は、火の鳥。監督は、市川崑。1978年の作品です。漫画の神様、手塚治虫の原作による、古代日本の成り立ちを描いた、火の鳥黎明編の、ほぼ忠実な実写映画化。出演は、若山富三郎、尾身俊則、高峰三枝子、江守徹、林雄三、大原玲子、吹雪純、小坂里正夫、由美香織、中台達也、とうとう、信じられない豪華キャスト。アニメーションとの合成シーンなど、時を経て改めて見直してみて、戦慄を感じざるを得ない、衝撃の問題作です。